田口正春一月九日から九百八十二年六月二十九日は日本の水泳選手。専門は自由型。九百三十六年ベルリンオリンピック八百メートルフリーリレー金メダリスト。九百十六年一月九日、京都府出身。同志社大学在学時の昭和八年度第七回、明治神宮体育大会水上競技大会の 新人競技の部、男子100メートル自由形に出場して1分1秒6のタイムで優勝し、注目を集める。同志社大学から、立教大学へ転じて、立教大学在学中の1936年日本選手権、水泳競技大会の競泳男子200メートル自由形で2分14秒8のタイムで優勝。その年のベルリンオリンピック日本代表選手に選出される。 ベルリンオリンピックでは100メートル自由形で4位入賞を果たし、男子800メートルリレーで、湯沢正則、杉浦・茂雄、新荒井・茂雄と共に、金メダルを獲得。田口は、この800メートルリレーの優勝チームの一員として、栄光を称えられ、湯沢、杉浦、荒井と共に1936年度の朝日スポーツ賞を受賞した。立教大学卒業後は大丸に就職。 大丸水泳部コーチとして古川勝、る後藤忠春を指導した。1961年に日本水泳連盟が東京オリンピックを目指す選手育成と強化指導体制の構築を図るべく立ち上げた強化本部に入り、競泳協会委員長として東京オリンピックへ向けた競泳チームの指導と強化体制の指揮配を振った。 1964年の東京オリンピック本番では、競泳チームヘッドコーチを務めた、1982年6月29日、聖居、66歳坊つ。ありがとうございます。